会議に参加いただきまして本当にありがとうございます。主催者を代表しまして心から歓迎を申し上げたいと思います。特に今回参加いただいた方の中には県内だけでなく首都圏や関西方面からの方もいらっしゃるということです。本当に遠路はるばるありがとうございます。まだ理事長になったばかりですので、まだ知識も不足なんですが、今回の会議の趣旨経緯について簡単にご説明しておきたいと思います。この会議、2001年3月から開催しておりますが、我々財団の基幹事業の一つとなっております。テーマは、毎回それまでの議論の成果や時代の風潮を踏まえて設定して、これまでもうすでに15年間継続してまいりました。私は、その報告の冊子を読ませていただいただけですが、当初のはですね、グローバリゼーションとは一体何だろうかと。グローバリゼーションが進むと、私たちの生活や地域にどのような変化があるだろうかというテーマでした。毎回、様々な分野の研究者や政治家、ジャーナリスト、自治体の職員、NPO、NGA の方々に参加していただき、討論を重ねていただきました。そしてその中で、グローバリゼーションの負の側面として、グローバルスタンダードという潮流に押し流されて、生活様式が確立化したり、あるいはコミュニティの崩壊が進んで、地域の独自性や多様性がますます失われていく恐れがある。そうした現実をどのように捉え、どのように取り組んでいったらよいか、円卓会議ではそういう危機感と問題意識で多様な角度から議論してまいりました。この円卓会議、2年から3年ごとにトータルテーマを設定しております。昨年と今年は地域社会を活性化させる民主主義というテーマを設定していただきました。1年目の昨年、多様性豊かな地域社会を自分たちで育てるにはという切り口で議論いたしました。今年は2年目ということで、市民が共に学び、分かち合い、作る街、そういう参加型の民主主義の大切さについて議論していただくことになりました。まあ、戦後70年、今年はいろんな機会に民主主義という言葉を耳にします。皆さんの近くでも改めて民主主義ということが話題になったのではないかと思いますが、今回の円卓会議では、街づくり、地域社会づくりにおいて、単なる多数決ではなく、できるだけ幅広い多様な人々の考えを取り入れていく工夫、そして民主主義と切っても切れない参加を切り口に様々な講師の方をお招きいたしました。まず1日目ですが、基調講演には長年民、学、産、公の共同で幅広い市民の参加による街づくりを進めておられる三鷹市長の清原恵子さんをお招きいたしました。また、二日目には、民主主義的な自治への挑戦として、自治体の取り組みの中から三つの事例を紹介していただきます。わざわざ島根県から駆けつけてくださる、雲南市の早見市長。早見さんは、今年2月に全国に呼びかけて、小規模多機能自治推進ネットワーク会議を立ち上げられた方でもあります。県内からは、多様で幅広い世帯の声を生かす取り組みを進めております、小田原市の加藤市長。外国籍県民神奈川会議の委員長として、提言作りを進めている中村ノーマンさん。この3人の方に講師をお願いしています。その他、地域コミュニティと行政の新しい関係づくりを研究されている法政大学の縄田教授、寿司市の細野さん、茅ヶ崎市の広瀬さんには、全国及び県内の取り組みについてパネルディスカッションをお願いしております。お一人お一人は紹介できませんが、当事者として議論を深めてくださる皆さんも、プロフィールでご覧のように多彩な方々にお願いいたしました。この2日間の舵取りは、前回に引き続きまして、地域の再生に取り組み、分かち合う経済という説を説かれ、人間を手段ではなく、
目的とする国家へ改革することを提言されている東京大学名誉教授の神野直彦さんにお引き受けいただいております。神野先生には2009年からずっとモデレーターをお願いしておりまして、この場をお借りして御礼申し上げたいと思います。今回も様々な分野で活躍されている講師や討議者の皆様、そして参加者の皆さんにお集まりいただきました。改めて御礼申し上げたいと思います。また今回のアンタック会議の開催にあたりましては、神奈川県はもちろん、早見市長が会長をされている小規模多農自治体自治推進ネットワーク会が共催していただいております。また神奈川県市長会、神奈川県町村会が講演してくださっております。厚く御礼を申し上げたいと思います。最後になりますが、今日と明日の2日間、皆さんが対話に積極的に参加していただいて、それぞれの思い願いを伝え合って実りある機会となりますようお願いしながら、開会の挨拶させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。